武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、山口大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間90分で大問が5題、出題される形となっています。で、問題に関しては、まあ、あの記述、回答のみ、答えるもの、と、まあ、論述なり、まあ、構造式書いたりする問題もあり、割と記述が多い形式となっております。そのため、まあ国公立用の対策しておかないとちょっときついかなという形です。問題が解けるだけではちょっと大変かなという形になりますので、まあ、あのレベル的には、基礎と、マーチレベルぐらいまでできていれば十分対応できますので、あの、まあ、センター乗り切れてれば大半の問題は、記述さえできれば対応はできると思いますが、その記述自体がちょっと、難易度が高いので、まあ、あのセンターまで仕上げた上で国公立標準問題集キャンパスなど、を一冊仕上げておくと、かなりやりやすくはなるかなというふうになります。で、割とその知識を聞く、問題が、結構出て、きますので、まあ、問題集をただ、解けるようにするだけじゃなくて、まあ、例えば図シリーズなどの知識本、もしくは必修整理ノート、だったりを使ってですね、知識の確認をしっかりやっておき、まあ、あの単純に計算問題だけじゃなくていろんな問題が対応できるように心がけておきましょう。で、まあ、あの、まあ、割と構造式だったりの記述が先ほども言ったように多いという点を踏まえるとですね、早い段階から記述練習はしておいてください。まあ、あのそれをやっておくことによって結局、まあ、後々、まあ、センターだったりの点数を上げるのにも役に立つとは思いますので、もともと受ける予定でどうせやっていくのであれば早めに対策をして、まあ、その上でセンター対策なりに入るとより勉強はしやすくなるかと思います。以上が科学の勉強となります。